去年、熊野古道の世界遺産登録10周年で沸いた熊野市花の岩屋神社や獅子岩だけでなく夏には盛大な花火が打ち上げられます今年の熊野市チームは前回の経験者をはじめ野球やサッカーなどのスポーツ経験者が集まりました小中学生が盛り上げ

木高校の徳山達也選手徳山選手にとって陸上と出会ったきっかけがこの大会でした小学校6年生の時にあにこの馬クに駅伝大会に出させてもらって走る楽しさを学んでそこから毎日走ったりして1秒でも早く次の人に助けをつないで熊野市に貢献できるように頑張りたいと思います。 アンカーは馬宿二駅伝8年連続参加の国宝安史選手です。実業団の選手とか早いあの人らがま走る区間なので、そういう人らと走れるっていうのも一つの魅力かなと思います。まあ楽しく頑張りたいと思います。熊野市の過去最高記録2時間38分を更新することを目標に犠牲と駆け抜けます。